さあ一体どんなデッキなんでしょうか。あ、事故った、やべ、スーパー事故来たスーパー事故起きていく。ちょっとゴキボールマジで引くな、お前デッキ眠ってろ、何してんだ、何起きてんだ、やばいこれ、ちょっと何もできない、これなんか相手の動き見たかったけどちょっと何もできない可能性があるこれ。あ、セットオッケー、セット把握、タイムカプセル把握、タイムカプセル把握、オッケー、1枚除外、あれですね、裏側で除外して2ターン後に持ってくるって、まあ、封印の多い人なんか裏側版みたいなカードなんですが、これなんとかなりそうです。コズミックサイクロンを除外します。で、景色の使い手の効果を発動です。ゴキボールをデッキに戻して魔法カードを手札に加えます。いきます、高等儀式術発動です。ゴキボールを墓地に送ります。ジャベルンディーテルを儀式召喚です。で、殴んないでって言われてるんでターンを終了しましょう。さあ一体どんなデッキなんでしょうか。ちょっとコンボパーツが集まるまで少しカッティングする可能性はあります。さあ何が、結構あ、融合、融合発動、なるほど。さあ融合発動してカオスソルジャーと沼地のマシン用で、あ、マスターオブドラゴンナイト、なるほど、マスターオブドラゴンナイトが降臨していく。ほう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 、私はやることないのでとりあえずターンエンドしていく。さあ5000という超高打点、5000という超高打点。さあタイムカプセルの効果でカードを1枚手札に加えていく。さあ何が、お、竜のか、ドラゴンズミラー来た、ドラゴンズミラーで墓地のモンスターを素材にして、ドラゴン族の融合モンスターを1体即死召喚できる。おお、マスターもドラゴンナイト2体、なるほど、何が起きるんだ。さあラストターンですよパンドラさん。さあコンボパーツもしっかりと揃ったといったところでしょうか。魔導士の力、クリボール、なるほどえ、どういうこと、どういうこと。結束ユニティ、守備力を上げるんだよね、なんか合計の守備力にするっていう、1番200、やば。魔導士の力、確かにね、全ての自分ユニット全てのモンスターの守備力を合計した数値になるみたいな。魔導士の力をクリーボールにつけていく、なるほど、クリーボールつけていく。でコンセントレートをあ、やばいやばいやばい、うわ、何これ、え、強っ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 、コンセ強っじゃあやばい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 よ、何これクリ最やばい、クリーボールレベル100、クリーボールレベル100きた。で魔法石の採掘でさらにコンセントレートを回収していく、コンセントレートを回収していく、そしてコンセントレートの効果発動、コンセントレートの効果発動し5万5000、やばい、あ、悪夢の章、え、結束ユニティ、なるほど、結束ユニティはちょっと意味がなかった、今意味がなかったが、さあどうする、パンドラ先生、で太古の白石の効果を発動しブルーアイズを回収していく、なるほど、そしてさらに魔法石の採掘どんだけ伊達が上げんだよ、クリボールレベル1000だ、もうレベル1000だ、クリボールレベル1000、クリボールレベル1000、やばい、あー、6万8300、6万8300点、クリボール完全記録だ、クリボール。さあ登場しました、いよいよ前回違うわ、前々回かな、前々回覇者シャルルマーニ選手、前々回の前々回か、覇者、シャルルマーニ選手です。シャルルマーニ選手、ネタデッキといえばこの方、さあ今日は何を見せてくれるんでしょうか。とりあえずですね、なんか無限にモンスターを供給してくださいって言われてるんですよ俺、なんでちょっと無限にモンスターを供給しないといけないんで、なんかね墓地に送りたいらしいんですよ多分これカノンで、まあ、とりあえずそういうことでしょう。ちょっと事故りましたけども、私はモンスターを供給し、このサイバーダークエッジの攻撃を受けながら、墓地に送るお助け手助けを
していきたいなというふうに思っております。さあとりあえずメッセンジャーセットしてターンを終了。一応ねマドルチェって結構これあのデッキ持ってくれるんでなんか割と結構いいんですよね。あ、オッケーで、それ殴られていくでカノンで落としていく。多分この作業なんだろうな。ジャンクコレクター誰やねモンスターが落ちていく。でマドルチェシャトルの効果によって手札に加えながらチケットの効果でモンスターを持ってくる。これでね結構モンスター供給できるんで割と、まあ、この動きをひたすら繰り返して相手のまあ墓地送りというか墓地暮らしというかこれをまあ、助けていくと、まあ、そういった感じになりそうでございます。さあそろそろ来るのでしょうか。まあちょっとまだ13枚だからまだ来ないか。セットしていく。でこのターンを終了していく。さあ3体並びました。なんか3体並ばせてくださいって言われてるんで一応3体は並ばせました。で打ち手の小槌の効果を発動していく。で、1枚2枚3枚4枚 OK 4枚戻していくからの、バージェストママーレラ OK。 でトラップカードをデッキから墓地に送る、リバイバルギフト。リバイバルギフトはあれだよな、チューナー蘇生してアイドルフィールドにトークンを2体、出すっていうカードですね。これ結構ゴレンダとかのデッキによく使われる。ただ今回スキルがですねじいちゃんのカードなんだけども、ジャンクコレクター。ほう、フィールド上のこのカードと自分の墓地の通常トラップカード1枚をゲームから除外して、このカードの効果は、ゲームから除外した通常トラップカードの効果と同じになると。なるほど、ほうほうほう、なるほどなるほど。で、外国でサイバーダークドラゴンを特殊召喚していく。でサイバーダークドラゴンの効果によって墓地のドラゴン族を、じゃなくて装備できる。でドラゴンティーコルセスカ。コルセスカはこのカードを装備カード扱いとして装備しているモンスターが戦闘によって相手モンスターを破壊したときにデッキから装備モンスターと同じ種族属性の、レベル4以下のモンスター1体を手に加えると。なるほど。で、DNA 改造していく。ほう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 。あ、ブーギートラップ使って墓地から回収したね。なるほど。DNA を使って拡散する波動、魔法使いにして拡散する波動。拡散する波動はなんかフィールドのモンスター全部に攻撃できるみたいな。はあ、はあははあ、なるほど。でコルセスカの効果、戦闘で破壊したら魔法使いを持ってこれる。なるほど、天才だやっぱり天才でした。わかったわ。これね魔法使いにしてこのこいつをサイバーダークを外国竜をで戦闘で相手モンスターを破壊するたびにパーツ持ってくるんだこれデッキから。すげえ天才だわ。やっぱりあの人天才やな。でコルセスカの効果を発動しパーツ持ってきて、そしてちゃんと全部残ってるのもすげえな。パーツデッキ内に全部パーツ残ってるのすげえな。すげえ、俺こんな怒りの豪華の揃えられ方したの初めてだわ。これは技あり、これは完全に技あり、すごいな。怒りの豪華エクゾードフレイム、うおー、すげー、天才しかいねえ。なんだこの大会。